ボスファミフォファヨーございますからのこんばんフ、はい始まりました。今回の企画はですね、ドッキリ企画です。よっしゃということで、料理でのドッキリなんですけど、何を作るかというと、たこ焼きを作るんですけど、ドッキリの内容としては、この後ワクくんが来るんですけど、ワクくんに2つ仕掛けたいんですけど、まず1つ目は、私がはい始まりましたってやった時にヘリウムガス吸ってて、めちゃめちゃ変な声やったら、ワクくんは突っ込むのか。で、そのヘリウムガスが、やってみますね。まずおはようございますからのこんばんはみたいな声になっておりますということで、明らかに伊原六花ではない声でお送りしていきたいと思うんですが、ワクくんが突っ込むのかというところ、私の予想では突っ込まないに1票です。じゃあ私がやってるとしたら、ええで終わると思います私の予想。もう一個は、一緒にタコパをするっていう偽企画なんですけど、タコパはしません。そんな優しいものじゃなくて、二つ生地分けてるんですけど、一個にはこのめちゃめちゃ辛そうなデスソースめっちゃ入れて激辛にして、その料理を食べさすっていうっていうのでね、まだ来てないんですけど、そのワックンが来る前にこの生地だけもう全部作っとこうかなと思います。ドッキリ成功頑張ります。いいね。ちょっとね、入れすぎてワクくんがちょっとお腹痛くなったらかわいそうなんで、ちょっと1ペロしたいと思います。分かっててやるのが一番辛いよな。はい、こんなもん。いただきます。うわ、もう待て、匂いが強烈。結構、うわー、水これやばい。これだけでちょっと今日一日支障出るぐらい。どうしよう、どれぐらい入れようかな。いきまーす。私が食べたらこれぐらい。こんな感じかな。あ、でもまだいけんじゃん。そんなよこれ。だってさ、辛く作って辛くないのが一番問題ですよね。絶対もっと入れた方がいいと思うんですけど、個人的には全然辛くないと思う。これで結構薄まってますからね。これこんな感じです。もし一口でいきそうだったら止めます。さすがに分かんないから。じゃあこのドッキリが成功なるか、皆さんお楽しみに。頑張れ。たこ焼きを振る舞って燃え上がったりなんかになろうみたいな。いいっすね。もう仲いいけどね。仲いいけど。はい。始まりました。イエーイ。たこ焼きパーティー。たこ焼きパーティー。今日はゆるい感じでお願いします。行きましょう。私が大阪やから、私が地元で実家でやってたやつをやっていこうかなと思ってさっき手だけ洗おう。あ、ほんと洗います。ほやっぱチークが足りないかもしれない。ごめんさっき足したけど。じゃあやっていきますね、はい、まず見てすぐ分かるんですけど、このタレ色は違う。そうなんですよ。普通のやつと伊原家流はキムチのタレと2つ作るっていうのが実家でやってて、だからぜひこれを1回食べてもらいたいなっていう。食べたいです。食べたいですってなんかまあこのご時世なんで自分のところは自分で作ろうって。ああ、やってみます。だからこっち作ってみる。あ、キムチ、うん、じゃあキムチ作ってみます。じゃあ私はとりあえず普通の作っていきます。じゃあやっていきます。これもあったかいかな。あったかい。あったかい。から油をじゃあ引いてもらっていいですか。あ、ちょっと待ってこれ使う。これやるんやから。あ、これはこうやってやるんや。そう、伸ばすやつ。あ、そうなんや。そう、押さなくていいけど。あ、もうこういうぐらい。熱っ。あ、そうそう。オッケーオッケー、いい感じ。うわ、パッ
こんな感じできたら、うん、これでじゃあわっくんからいく？ごめん、バーってやってん。はい。あ、いいですね。もうちょい入れてもいいかも。OK。あ、もう入れ方のあれが全然違うわ、容量が。慣れてた？うん、慣れてる。おお。こんな感じで入れたら、そこに具材入れちゃって、タコとか。イエス、いきます。あ、そっちに入れちゃった。で、あとネギ、紅生姜、天かすも入れていく。天かす、オッケー。あ、でも美味しそう、キムチ、やっぱり。全然やっぱ色違うね。ね、いいですね。よし、オッケー。これ。紅生姜？うん。よし。美味しそう、久々。綺麗、色合いもいい感じ。イエーイ。で、たら、これを持ってですね。うわ、なんかもうプロのやつやん、これ。ね、こんなんでやったことない。俺、ひっくり返してこともないよ。ほんま、こう半分回して、ちょっと置いとくのがいい。もうめっちゃ下手やん。もうなんかたこ焼きじゃない。どうしてそうなんだ。やばい。うわ、やっぱ上手やな。全然おすすめのキムチが美味しそうに見えん。色は美味しそうよ、でも。全然美味しそうに見えんよ、これ。あ、でもなんか、あ、良さそう、たこ焼きになってる。なんかたこ焼きになってきたぞ。いいんじゃないでしょうか、そろそろ。美味しそうですね。いいですね。じゃあそろそろ行きますか。オッケー。うわ、もうこんなんも用意しとん。すごい。なんかさ、たこ焼き作って5時間経ちましたっていうたこ焼き。これたこ焼き本当に。じゃあ完成したところで、私の家流の食べ方は、まず1個目は普通に食べてほしい。ソースとかかけずに。たこ焼きソースなしは食べたことない。やんな。じゃあ私さっき食べてみようかな。うん、いただきます。熱そう。おほおほ、うん、おいしい。うそ、優勝。ほんまにこのままでも結構味あるから美味しいと思う。キムチやったらなおさら。これにキムチ付きやんな。はい、いただきます。キムチっぽい方がいいんじゃん。じゃあこの、うん、これでいく。気をつけて、熱いよ。どう？あっこ熱い。結構熱いよな。あ、でも美味しい。美味しい。キムチって感じ。へえ。あ、キムチやった。キムチやけどな。キムチやけど、美味しい。あ、でもキムチとたこ焼き合うかも。でもちょっとキムチやな。辛い？うん。でもう一個食べていい？うん。あ、でもソースなしでも美味しいかも。ほんま？美味しい。よかった。美味しかった。やっぱハックなんか食わんな。さっきのと違う？さっきの…ちょっと待って、そんな熱い？さっきのとキムチの…ちょっと待って、キムチ強かった、ちょっと。キムチ強かった。そんなことある？ちょっとごめん。お水飲む？ちょっとお水飲む。でも、美味しい。美味しい？めっちゃ美味しい。よかった。なんか美味しくなさそうに見えるけど、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。ほんま？うん。どういう味ですか？たこ焼きをしばらくもう東京来てから食べてなかったから、うん、こんなに汗かく食べ物なんだなっていう。あ、キムチの味強かった。うん、ちょっと強かったかもしれないけど。入れすぎたかな。でも、でもたこ焼き勉強しようかなって思います。あ、でも美味しいということで。美味しかったです。よかった。ちなみにあのワクくんの生地に入れたキムチがこれなんねんけど。やろう、やっぱめっちゃ辛いと思ったわ。絶対おかしいと思った。なんかイエーイ。なんかちょいちょい笑っとるし、みんな。ワクくんの優しさと根性が出た動画でしたね。いや、優しさとかじゃない、もうキムチと思うよと思って。生地作るときにさ、うん、まずどんなもんかなと思って1ペロしてみて、1滴、うん、死ぬほど辛かったんよ。あ、そうな。そう、けどなんかこうやって入れてたらすごい楽しくなってきちゃって、ここまで入れて。俺こんな感じだったん。そう。よく頑張りました。すごい。 ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。そしてあともう一個変なとこあったと思うねんけど。うん、何？あ、たこ焼きが丸くないってこと？違う。そんなのどうやって仕込むのよ。あ、違う、違うか。私が、はい、用意、はいって始まる前に、はい、
お父さんにあのチーク足りないよとか、ああ言うと言うと爪足りないよ、うんうん、って言われて直しに行ったやん、うん、その後始まった時の私の声変じゃなかった？全然気づかんかった。嘘でしょ。普通のどんな声やった？あはにもりもりたみたいな感じだったかない？嘘、普通のりっかちゃんの声と思えた俺。裏でヘリウムガス吸って、いやごめん全然気づいてない。いや私の予想では、うん、気づいたけどツッコミまでいかんのかなっていう、まさかのその上を行きました。気づいてもいませんでした。これも気づいてないし声も気づいてなかったん、うん、やばいな。で楽しかったこっちは、うん、なんかちょっと消化不良やわ。ほんまこっちは完全燃焼です、うん、ちょっといつかリベンジします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。